ちょっとすいません。どうしたの？もう僕の話だと思うんですけど。いや俺もそのレベルを上げないこと。自分ができる範囲の中でまずやろうって考えると全く緊張しない。練習でできなかったことを試合でなんてできない。ミスなしでやれるプレーヤーなんて誰もいないよ。あ、やり直してえな中学校から。絶対に語られない話がここにある。ジョーチャンネルスタート。はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。はい、答えてジョーさんということで、今日も答えてジョーさんシリーズで入っていきたいと思いますね。わーってやったのにさ、はい、なんかちょっとこう やめた方が良かったのかなみたいな顔して、それはジョーさんのリアクションを見てそうなっちゃっただけ。いや、もう押し切った方がいいと思う、多分ね。ね、人気シリーズですよ、ジョーさん。人気シリーズ、答えてジョーさんシリーズなんですよ。ね、これはもう本当に今から人気シリーズになってきますからね。あ、そうだね、はい、いや、結局なってくるんだ。なってくるんだ、うん、なってないんだ。なってますこちら、中村俊介さんの引退試合でジョーさんが着たユニフォーム、出場選手全員のサインが入った世界で1枚しかないユニフォームをチャンネル登録10万人でプレゼントという企画もやっておりますので、うん、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、今日はですね、うん、答えてジョーさんシリーズ、質問は、うん、試合の、ちょっと待って、はい、質問これ誰考えたの？いや、これはもうあれですよ、僕が考えました、今回の答えてジョーさん。はい、ネットから拾ってきたわけじゃない。いや、これはもう、でもこれはサッカーをやってる少年たちも絶対知りたいはずです。これはなんか噛んでるみたい。知りたい、知りたい、知りたい。僕も、やってた頃、いやいやいや、別にさっきやってないから、そんなやってた頃にこれすごく不安だったことなんで。あ、そう、教えてもらいたいです。あ、そうなの、はい、はい、行ってみましょう。よろしいですか？はい。ちょっとすいません。どうしたの？もうガラガラになっちゃった。すいません。試合の入り方が悪かった場合、どうやって流れを引き戻せるか。大久保嘉人さんも言ってたじゃないですか、うん、最初のファーストタッチ失敗しちゃうとなかなかこう自分のペースに戻しづらいって、うん、これって僕の話だと思うんですけど。いや、俺もそう。サッカーやってて絶対試合って緊張するじゃないですか。緊張する。で、最初のファーストタッチちょっとミスったりとかすると、なかなかこう流れを戻すのって結構難しいじゃないですか、うん、ジョーさんもあったんじゃないですか、やっぱりこのファーストタッチ最初の入りがちょっとミスったりとかすると、あれ今日ちょっとっていうのなかったですか？ない、うん、絶対それ言うと思った。それで言うと思ったんで。だからレベルが違うからね。まあまあ、そう、確かに。そうでしょ。じゃあ質問変えると、ジョーさん試合で緊張したことあります？あ、ないね。やっぱそうなんだ。だってね、違うんだって。だからさ、なんで緊張したの？やっぱりちょっと自信がないというかね、まあそういうのもあったかもしれないです、うん、であとはやっぱりいいことをしようと思ってんだよ。ああ、まあもちろん当然 ね、そう、はい、いいことできないレベルなのにいいことしようとするんだよ、うん、なるほど。この精神的な最初の入りが全く俺たちと違うんだよ。うん、で、俺たちももちろん練習を積み重ねてきて、はい、自信をつけてとかいろいろあるけども、はい、でも結局緊張って、うん、やっぱり何かいいことをしなきゃいけないとか、うん、やっぱりレベルの高いことをしなきゃいけないとか、うん、そういう思いから緊張しちゃうわけ、はい、それができるかな、できないかな、うん、じゃなくて、やっぱりもう最初の入りから自分はこれだけやってきた、これをまず全うしてきちんとやろう、うん、でレベルを上げないこと、自分ができる範囲の中でまずやろうって考えると全く緊張しない、うん、はー、なるほど。でも人ってやっぱりこう何かいいところ見せたいとか、はい、いいことしなきゃいけないかなとか、はい、そういうふうに考えるとミスしちゃいけないとか、うん、だからミスなんてだって絶対あるわけじゃん、はい、だからミスしたって別にいいじゃんって。うーん、だけどミスを少なくしようとか、うん、でこういうのは自分の得意なプレーだから、これをまず表現しようとか、うん、そういうふうに考えれば何も緊張することないでしょ。だからいいことをやろうとか、やっぱりこうにしてうまくいくようにしようとかって思うから、うん、だから緊張するんですよ。だからその最初の入りからもう全然違う。なるほど。思考が違う、うんうん、だからそうレベルが違う。自分がね。まあ、分かりました。でもまあそういうね、まあ、ジョーさんは代表にもなった方ですから。いや、だけどこれはあくまでもこう小学校の時でもそうだよ。みんなそう、なんでカッコつけるの、なんでいいことしようとするのって俺は思うの。うん、だって自分たちが練習してきたじゃん。だから練習してない人ほど緊張する、うん、あ、そこに自信を持ってないから。だから それもやっぱりもっともっと練習をしなきゃいけないし、うん、練習って何のためにあるかって、練習をしっかり積み重ねてこれを表現するのが試合なんだよ ね。で、試合をやって反省点が出る、いろんなことがある、うん、それをまたトレーニングに持ち帰る、うん、このループなんだよね、ずっと、うん、
だからそれを考えるとやっぱり徹底的にまず練習するってことが大事でしょ。うん、そうですね。だからここで自分の得意なもの、不得意なもの、うん、いろんなものをやっぱりこう改善していかないと試合では絶対できないし、うん、ね、いきなり練習したのに試合で、ね、練習でできなかったことを試合でなんてできない、うんうん、まあ確かにそうでしょ、うん、なんかの奇跡があったりとかそういうのはあるかもしれないけど、うんうん、でもほぼやっぱり練習通りのことをやっぱりやるのが一番だと思うし、うん、だからそれを自信を持ってやれるっていう感覚にならないといけないから、だから子供たちもそうだけども、いいことなんてしなくていいし、うん、そう、でも自分の特徴があるはずだし、自分の好きなプレーがある、自分の得意なもの、うん、ね、そういうのはあるはず、うん、だからそれをやっぱりまずしっかりとやろうと思えば、うん、そうで、昔メッシとも話してたけど、ミスなんてあんだよ、誰でも、うん、そう、どんなトッププレーヤーでも何でもやっぱミスはある、うん、でもミスを繰り返さないようにしようとか、うん、ミスをした場合に、ああ、ここにしたからミスしたのかな、うん、じゃあ考えて、じゃあ次はこうしてみよう、うん、でこれでもう成長なのよ、その試合の中で、うん、だからそういう緊張じゃなくてそっちに持っていくっていう方向の方がもう絶対間違いなく緊張しなくなる、なるほどね、で、試合が最初に入りが悪かった、うん、でも流れを引き戻すってなかなか難しいで、これ自分だけじゃないから、うん、サッカーって、はい、周りの状況もあるし、うん、周りの状況が周りの人が良ければ、うん、そしたら自然と多分、うん、そっちに乗っていけるんだよね、うん、だけど自分も調子悪い、うん、周りも調子悪いってなっちゃうと、うん、もうどうすることもできなくなっちゃうっていうのはあるよね、うん、そう、だからそこの中でそうなった場合にどうしても最初緊張する、うん、入っていくと緊張する、うん、そう、プレーしてまず緊張してみた、でボール触ったら緊張しないんでしょ、まあうまくねトラップもできて、うん、収めることができると少し落ち着いてきますけども、うん、そう、はい、だけどこれがじゃあ試合の中でずっとそれが続く、うんうん、あ、続かないですね、でしょ、確かにずっと続かないじゃん、続かない、試合ハイピピって終わりまでずっと続かないでしょ、はい、そう、だからそれが精神的な問題だけで、だからそうじゃなくてうまいことをやろうじゃなくて、まず確実に来たのはまずボール止めようとか、うん、もうそういう意識を常に持ちながらやれば全く問題ないんじゃないかなって。いやでもこういうのってサッカー始めた時とかって試合をまだ経験してない時とかってやっぱあると思うんですよね、うん、やっぱりだけどミスしないっていう考えないで、ミスは絶対あるんだから、そう、だってミスなしでやれるプレーヤーなんて誰もいないよ。まあ確かにね。でしょ？ノーミスでっては難しいですよね。うん。だからミスは必ず起きる。でもそのミスの仕方なんだよね。どういうミスなのか。じゃあゴールキーパーがね、ミスしてしまってね、いきなりキャッチングミスしちゃって入っちゃったとかさ、そうだったらもう大きな、ね、部分だよね。でも他のプレイヤーだったら、ボールコントロール、ボールいきなり来ました。止めてみたけど、ポンってちょっと弾いて出ちゃったとかさ、相手に取られてしまった。でもこれはゴールに繋がらないわけでしょ。そんなミスなんてどうでもいいわけで、うん、それをうわミスしたミスしたと思うから、うん、やっぱり連続でミスしてる、そうなんですね。でも上のレベルに行きたければミスしたな、うん、あだけど今こういうふうにコントロールしたからミスしたんだな、うん、じゃあもう一回こういうふうにしてみようって、そうになったらうまくいくはず、うん、考えないでしょ。まあちょっとね、また同じボール来たら嫌だなと思いますね、うんうん、でしょ、ボールが来たらでミスすると慌てるから慌てちゃいます。だから次のプレーも今度慌てちゃうでしょ、うんうん、そうじゃなくて、だから分析をするってことだもん、冷静になって、なるほど、あミスしちゃった、うん、で、あーって思うよね、うん、でも思っても、あ、今ここにしたからミスしたのかな、ちょっと角度が悪かったかなとかさ、うん、ちょっとインサイドでやりすぎたかなとかさ、うん、そういうこと考えるの、そこでじゃあもうちょっとここにしてみようとか、うん、もう少しインステップの方に当ててみようとか、うん、そういうふうに考えてプレーすれば、多分次うまくいくと思う。なるほど、うん、だから、まあ考えられる選手になった方がいいと思う。まあそうですね。それで差をつけられると思う。ああ確かに。考えないでしょ、だって全然。まあそんなの考えられなかったですね。でしょ。うん。だから小さい頃でもやっぱりそういった考えられる選手ってやっぱりトップまで上り詰められる、そういう頭を持てるっていう、うん、ね、そういう差が生まれるから、うん、だから誰でもできること、うん、これ、うん、でしょ。はい。そう。だからメッシも言ってたけど、結局ミスが起きる、うん、で現象が起きる、うん、だけどその中で彼は考えるって、うん、同じミスを絶対繰り返さないようにしようって考えになって、うん、だそうなるとじゃあどういうふうにコントロールしてみようかなとか、どういうふうにドリブルしてみようかなとか、うん、そういうふうにやっぱりから頭を切り替えるんだって、うん、でそれでチャレンジするんだって、うん、それでもし失敗しちゃったらまたさらに考えるんだって、うん、そう、それがやっぱり同じミスを繰り返さないっていう、やっぱりこうそういうふうになっていくっていう、うん、彼も言ってたよ、うん、だからやっぱりその考え方、思考っていうのがものすごくサッカーって実は重要。うん、そうですね、うん、だからミスして当たり前って、うん、まあ逆に言い過ぎちゃったらあれかもしれないけど、うん、でもミスは起きる、うん、うること、うん、だからミスしてもやっぱり次のことを考えましょうっていうことの方が絶対にやっぱりうまくはいきやすいです、うん、はい、なのでそこでわあ、うわあ、どうしよう、うん、どうしよう、
そうですね、絶対にならないことですね。慌てないことですね。じゃあそういうことが一回起きてもね、そう試合で、ああコントロールミスしちゃったな、うん、ね、残念に思うしがっくりも来るし、うん、そうそうだけど、でもなんでこれ今ミスしたんだろうな、うん、あここに止めたからかな、うん、って考えるだけでいい、うん、じゃあ次こうにしてみようってなっちゃう、うん、自然に、うん、そこだけ一個一個のプレーに分析をすればやっぱり切り替えられる。そうですね。そういやーやり直してーなー中学校から。いやでも本当にやり直しただけでも多分相当変わると思う、うん、そうですね。そう多分今より前な、今よりじゃない、まあ、今よりっていうか、なんでさもうなんかトッププレイヤーみたいなこと言うの。そういうの。いやでもね本当にジョーさんにいろいろ話聞くと、自分がやってた時にいやそういう考えなかったなとかいっぱい教えてもらってるんで、うん、そうだね、今やったら絶対もっと上手くなってるだろうなって思います、うん、考えるプレイヤーってすごく重要、うんだと思う、いろんなことに対してもね、うん、でもやっぱりほとんどの選手が考えないんだよ、うん、俺たちの昔の時代からもそう、うん、でもやっぱりいろんな選手を見たりいろんな人の話聞くとやっぱり常に考えてる、考えてますね、そうね、うん、考えてる選手が多い、多い、だからそういう人たちがやっぱりこうもっともっとレベルがこう上がっていけるっていうステップの一つだと思うね、はい、ありがとうございます。これはでも今教えてるお父さんたちにもね、子供たちに今のお話をするだけでも全然違うのかなと思いますんで、そうだね、答えて乗算シリーズいいですね。そうだから結局指導者もそうなんだけど、悪いところでいろいろ勉強してる、うん、与えたくなる、はい、でもそれをやっぱり強制的に与えたりとか、うんうん、答えを先に言っちゃうんだよね、うんうん、だからそうすると子供たちは楽だよね。そうですね、答えを求めちゃいますもんね、うん、あ何答えを求めちゃいますからね。あそうだね、はい、うん、だからそうなるとそれしかできないし、うん、でもサッカーってやっぱりこう同じことが繰り返してやられないじゃん、はい、もう全然状況も違ったり、うん、もういろんなシチュエーションが起きるから、だから常に自分で考えることをやっぱりこう提供する、うん、でそれにサポートする、うん、ね、考えさせて行動させて、うん、その中でうまくいかなかった悩む、うん、いろんなこと でそこで何か気づきを少し与える、うん、答えを与えないで気づきを与える、うん、それで自分でやっぱり考えてプレーできるような選手を育てないと、うん、やっぱりサッカーってうまくいかないかなって、うん、思うね、与えたくなるのは分かんない、うんうん、俺たちも勉強するし、毎日勉強するとこうだよね、あれよねって思っちゃう、うん、そう、でもそれを与えちゃ絶対ダメだし、うん、その人の感覚もあるし、うん、その人の考え方もあるから、だからそれは尊重してどんなカテゴリーでもね、うん、まあ、なんでそういう風に考えてみたのとか、うん、あいいトライだったけどどうしたの、うん、どうしてうまくいかなかったんだろうとかさ、そういう風に言ってあげたらいいんだよ。そう、わかんないって言うやつもいるしね、うん、うん、わかんないけどもういいやとかっていう子もいるし、それはそれでその考え方のプレイヤーでいい、それは尊重すればいいし、うん、そうがっつり悩む人もいるしね、うん、僕はもう全然できないとかね、うん、そうなるし、そしたら勇気を与えてあげて、うん、いいプレーだったよねって、うん、だけどミスした原因ってなんだろうとかさ、うん、ここにしたからかなとか、うん、まあちょっとね、じゃあどうしようっていうのは答えを導き出すっていうかね、それが多分選手のマネジメントだとも思うしね、うんうん、だからまあそういう考え方を、まあ、指導もする方、ね、お父さんもそうだし、うん、であとは子供たちとか選手はやっぱりそういう考え方を両方持つと、うん、俺はこういうのはもう簡単にクリアできていくんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。まあコメント欄にもね、はい、ぜひね、いろんなこういうのどう考えるとか ね、 そうですね、いろんな質問もね、ぜひね、欲しいと思いますし、はい、もっともっとね、はい、視聴者の方とコミュニケーションを僕も ね、 取っていきたいので、はい、ね、お願いしたいと思います。はい、はい、ということで、まあ、サッカーを皆さん、ぜひ楽しんでください。今日の話はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。